ご衛ちっ、わかったよ。あのアーミアって小娘がここのリーダーの一人だととんだブラック企業なんだな、ロドスって。ただ飯は性に合わない。力仕事があればいつでも声をかけてくれ。命令されること自体は別にいいが、 理由も知らないまま戦わされるのは気に入らないな。俺の趣味教える義理はないな。ったく、その目やめろ。言えばいいんだろう、言えば。いろんなもんを改造するのが好きなんだ。あの日、もしキアーベとアオスタがいなかったら、 俺は間違いなくあの路地裏でのたれ死んでた。だからこの命はもうあの二人のものなんだ。あいつらが何をする時も、俺は力を貸すだけだ。お前のことは嫌いじゃない。が、心から信頼するのはまだ難しい。ちゃんと働いて、ちゃんと稼いで、ちゃんと生きていく。 昔はそれだけでいいって思ってた。でも、そうだな。アオスタの言葉を借りると、シラクーザって国じゃ、そんな願いですら夢になっちまうんだ。お前のリーダーとしての資質は認めよう。だが、組織の腐敗はほんの些細な怠慢から始まるってアオスタが言ってた。そうならないように、 俺が見張ってやることにしよう。寝てるったく、のんきなやつ。ちッ、毛布はどこにやったっけキアーベがここに入るって決めたからには、俺に文句なんてないさ。俺のことはブローカと呼べばいい。お前の指示には従うが、それ以上のことは期待しないでくれ。 お前たちのような大きい組織にはいい印象なんて一つもないからな。どうも。昇級別に必要ない。アオスタが言ってた通り、ロドスは信用できるかもしれない。だとすれば、俺は。ああ。 人の指揮を取るのは苦手だが。行くぞ。さて、喧嘩の時間だ。指図するな。ちん、分かったよ。あれが敵か。俺が何とかする。痛みは抑えてやる。 さっさと終わらせるぞ。くたばれ。黙れ。お前、意外と凄いんだな。全部片付けた。俺が大か。努力したんなら今更慌ててもしょうがない。アオスタだってミスをすることもある。 適当に回ってくる。おいお前しつこいぞ。アークナイツ。おはよう。